皆さんこんにちは、クロス太郎です。クロス太郎のクロストーク、今日お送りいたしますのはコモドアへの録音です。以前、この番組で、コモドア録音を、取り上げております。そちらは、名曲のストレンジフルーツとファイン&メロを取り上げたと思いますが、こちらは1939年の4月20日の録音でございました。今日お送りいたしますのは1944年の3月から4月にかけて、録音されたものでございます。以前にもお話ししましたが、全米音楽家協会とレコード会社の間で、吹き込みのストライキというのがございまして、1943年9月にデッカが、一応、音楽家協会と妥結をいたしまして、レコーディングがまた再開されることになりました。レコーディングの解禁に伴ってビリー・ホリデーも久しぶりにレコーディングをしてみたいということで、ミルト・ゲイブラーに相談に行きました。でミルト・ゲイブラーはもうぜひやりたいということで、その時の、ビリー・ホリデーのマネージャーをしておりましたジョー・グレイザーのところに行きまして、交渉いたします。結果としてコモドアレコードで3回レコーディングをするということで、結構、ミルト・ゲイブラーに言わせますと大金を払ったと言っております。これは、スタンダード11曲、それにブルーズが1曲、合計12曲を録音するという契約になりまして、1944年の3月25日、から1週間空けまして4月の1日、また1週間空けまして4月の8日、この3週間にわたって、この12曲を録音いたしました。ミルト・ゲイブラーが監修いたしましたが、この時、ビリー・ホリデーが出演しておりましたカフェ・ソサイティの、常連でもありました、エディ・ヘイウッドというピアニストがいるんですが、このエディ・ヘイウッドに、アレンジを、任せます。エディ・ヘイウッドはこれはもう職人的な、ピアニストでございまして、アレンジも大変技巧的で大変うまいんですけども、例えばフロントラインのオルガンコード、数本のメロディー楽器が基本和音のサウンドを長く棒と伸ばすというようなバッキングの手法なんですけども、これをまあ頭から使います。これによって歌詞の方もこれに負けちゃいけないということで対抗いたしまして、力みがちで歌い始めまして、曲の始めから終わりまで力みっぱなしで終わってしまうというようなことがあります。この、オルガンコードというのは普通はこう曲が盛り上がっていって最後のコーラスのところでボーッと使うというようなのが普通なんですけども、このヘイウッドはまあ、今回に関しては最初のところから最初からこれを使っております。したがってビリー・ホリデーも若干技巧的に走るというようなこともございまして、全体にちょっとこうもたついたような感じになるというような批評もあります。このレコードを聞きまして、ダウンビート氏は、昔からのファンだったら久しぶりのビリー・ホリデーで喜ぶかもしれないけど、まああんまり良くないというような評価をしております。これは1944年の3月15日号にそのようなあまり良くない表が載っております。このコモドアレベルですが、このラベルが赤いクラシックインシリーズというおなじみのものと、再発版を主に出しましたスターメーカーシリーズという2種類がございます。まあ、
いくつかテイクがございますので、いくつかテイクを録音いたしましたので、スターメーカーシリーズで、初出なんていうアルバムもございます。いずれにしても、オリジナルの録音というのはクラシックインシリーズという赤いラベルで出されております。先ほども申し上げましたが、以前お送りしたストレンジフルスですとか39年の録音にはイコライザーカーブ -250.8.5 というのを使いましたが、今回は時代が1944年になりましたので、イコライザーカーブも変わりまして -250.16 というイコライザーカーブを使います。今日お送りいたしますのは2曲 I cover the waterfront I'll be seeing you、 この2曲です。 I cover the waterfront、 これはまあスローバラードなんですけども、海辺に立ちてというような日本語訳があるようです。一方の I'll be seeing you は1938年のミュージカル Right This Way に、使用された曲です。1944年の、第二次世界大戦、大東亜戦争の時に、同名のユナイテッドアーティスト映画の主題歌として、出征した恋人の不在感を表現している雰囲気でヒットいたしました。ビリーはここで、粘るようなスローバラードに仕上げております。由井正一先生が思わず落雷するとおっしゃった名称でございます。 I cover the waterfrontI'll be seeing you、 2曲続けてどうぞ。
コメント欄からお寄せください。番組の中でお答えいたします。またわからないことはこちらでお調べいたします。
では、またお目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。